はい、どうもー、うみです。本日もテイルズオブザレイズやっていきます。今回は高難易度続勲章集めをやっていこうと思います。今濁しましたけど、完璧に。なんて読むかわからないんですよね。今こう動画撮ろうと思ってやってみたら、なんて読むんだろうこれ。ちょっと後で調べときます。ではとりあえずこの高難易度の続勲章集めをやろうと思います。はい、今回のイベントはこの4人で周回しております。シャルティエは持ってないんで、シャルティエの場所にリアラを入れてますね。うん、でもどっちしろシャルティエいたとしても回復キャラがいないから厳しいのかな。まあいっか。ではちょっとこんな風に周回しておりますよみたいなのをちょっと見せていこうかなと思います。いやでもこのイベントもなんかそんな難しくなくない？ディムロス使います。周回の難易度もそこまで高くない気がする。やっぱりあのお花見イベントの時が難かった気がするんだけど。あ、危ない。違う違う、こっち、この技が良かった、間違った。よし、いや本当にすぐ死んでくれるんだよね敵。早くない？なんかクリティカルも結構発生してくれるのは運か。どうなんだ。よし、きっとなんか魔法打ってるけど、ファイヤーボールか。そんなちょろい初級魔法じゃんやられんぞ。このほんとテイフェスのあれの衣装、ゆらゆら揺れてるのが面白い。剣の先が。よし、ほい、こうして、あ、競争を見せしましょう。うわー、強い。炎に焼かれる価値もない。炎にやられる価値もないってちょっと言い過ぎじゃない？気のせい。ちょっとそんな、そこに価値いるの？僕の足を引っ張るなり。よし、はい、もう巻きを打てばね、ここもね、すぐ死んだ、終わるんだよ。あ、ちょっともう一回競争見せようと思って。あ、よしよし、できた。いやー、範囲広い。強っ。そして、あとはもう打っちゃって。いくぞ。いやもうほら、もう体力ないもん。いい、かっこいい。いやリムロスの巻きをかっこいいですね。俺も頑張らなきゃ。はい、いやこんな感じで、本当なんか全然もうあの前回よりも簡単な気がする。あの倒すのが早いんだよね、時間もかかってないし。はい、今回はソーディアンマスターイベの高難易度モニュメント集めをやっていきました。いやちょっと編集できっと今頃あの文字が読み方書いてると思うんですが。うん、何気にこうゲームで勉強してるんですよ私。読めない漢字が多いからその度に調べて。まあすぐ記憶抜けちゃうんだろうけど、やらないよりはいいですね。はい、で本当全然スルスルいけて、まだ一回もあのイベントの時に死んでないですね、一人も仲間。前回のカジノイベントも簡単って思ってたんですけど、まあ死んだことはありましたね。うん。いやー難しい、難しかったね。カジノイベントは簡単って思ってたけど意外になんか難かった気がする。でも今回は本当にいけるんですよ。これは嘘じゃない、嘘ついたわけじゃないけど前回も。うん、なのでやっぱいいですね、こうみんな生きてクリアできるのは。あのディムロスがめっちゃ強いですね本当。いやー競争もめっちゃ強いし、あそうそう、あの敵とディムロスが敵の時にあのめっちゃ私が恐れていたあの
範囲が広い、周りに食らう燃え盛るリムロス攻撃、あれは何の武器？星 3？ 星 4？ 私持ってないんだよね。入れてる武器はあのさっきやってた技だけなんで、多分持ってないんですよ私あの技。だから何の技あれ幻の技、まあ持ってないだけだろうけど、いやあれ欲しいな。では今回も最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録やツイッターのフォローなどお願いします。ではまたねー。見てください、これ。ちょっとこの2人皆さん分かりますよねその共通点を。あーうちいやこれさ、もうね、絶対みんな思ったと思うんです。手応えのない相手、同じ声でパーティー2人で、いやなんかウケるね同じ声ででも別人だからね。結構あるよねテイルズって同じ声優さんってこと。手応えのない相手だからこういうことが起こっちゃうんだよね面白い、こういうところも面白いところの一つですね。ほいほい、あーちょっと逃げないではい、よし。あーリムロスのもう一個の魔境を貯めたかったんだけど溜まってないな。ここで貯め切ろっかな。頑張って、ちょっと 見たいものがあるんです、個人的に見たいものが。あ、同じやつ狙ってる、仲良しか、さすが同じ声だから頑張って頑張って死なないでね。よし行きます。これが投資機波動滅風魔競技チーム波動滅風。はい炎に焼かれる価値もない。これが私見たかったんですよ本当同じ声で波動滅風でもなんかイントネーション違くない？波動滅風、波動滅風、あれちょ、なんか分かんなくなった分かんなくなっちゃったけど、これが私見たくてこの2人でやってみましたあの難易度は高難易度じゃない方の方でやったんですけど、いやー面白い面白い。これが投資機波動滅風。